見える会花メルマガ。こんにちは。一般社団法人会花 GP の村松大介です。本日はですね、私もかつてもうめちゃめちゃドツボにはまっていた、自分がこう周りを気にしちゃって自分を本領を発揮できない。 人の評価、人の目線がすごく気になる。で、自分を発揮できないっていうことですね。そのところ、どうやってこうクリアしていったらいいのかなというところでお話しさせていただきます。私自身もここでも超ハマっていたので、そこからどうクリアしてい,たかいったかというとですね、そもそも周りからの評価って何かっていうと、日本のまあ学校教育がですね、この成績点数でどうかっていうので、自分がある意味定義されてしまうので、そうすると進学先が中学校、ここですよ。 こ,うこ,うここですよ、大学ここですよみたいに、進学先が決まってしまうので、周りからの点数評価で自分を決められちゃう、定義づけられちゃうという教育をこう受けているんですね。でそう、そうではなくて、自分は本当はこの可能性がありますよ、この周波数を持ってますよっていうのを教育で受けていれば。 周りからの評価が気にならなくなるんですけども、とにかく、つまり自分自身がこうね、あの、なんか作るのが好きですよ。じゃあ建築家になりますよ。大工さんになりますよ。あるいはね、人の髪の毛切るのがね、切って美しくなってもなるのが好きですよ。美容師,美容師さんになるよっていうのが、自分の好きなものなんですかっていう教育をそもそも受けていれば、周りのことが気にならなくなるんですね。つまり、 周りからの評価を気にしてしまう、周りからどう見られてるかということを思ってしまうというのは、外付けの教育なんです。自分の癖がこうだから、だから周りを気にしてしまうんだっていうのは、外付けの教育で、あなたの本来ではないので。 あなたの本来を出していくことっていう教育を受けていればうまくいくんですね。じゃああなたの本来こうですよっていうのは、ゼロポイントフィールド側からそもそも自分が生かされていますよ。で、その個人個人で自分の特質、得意分野があるので、そこが何かっていう教育を受けていてで、私の好きなものこれ、好きなものこれっていうのを小学校、中学校のうちから習っていると、 自分を最高にこう生かすという人たちだらけになれば、その人たちが集まっている企業がすごくこう伸びるんですね。 でも、言わされ感、評価、成績でやって、営業成績をどうってやるから、苦しくなってで、勝ち組、負け組になってしまうので、とにかく自分を最高に生かしきるということなんですね。で、えー、父出版の勉強会でですね、こうあったんですけども、八木十吉さんという方の詩を書いた、藤尾社長がおっしゃってくださった内容が、私がすごくこう感動して、ノートにもこう書き留めてるんですけど、その文章はですね、こちらですね。花は なぜ美しいのか。一筋の気持ちで咲いているからだということなんですね。なんでこう放って咲いて美しいのかと言ったら、もうね、スミレはスミレでとにかくスミレで咲き切ってますよと。で、姫ジョーンは姫ジョーンで,で,でただただ咲き切ってますよと。で、バラバラでただただ咲き切ってますよと。じゃあ、スミレがね、 もうバラを見て、あお僕全然、あそのスミレが、僕全然ダメだと、あのバラいいな、いいな、いいなと思っていると、このスミレがちゃんとこう咲ききれないと思うんですけど、周りからの評価関係なく、とにかく自分を咲ききってますよと、自分の本来の本質をこう生かしきってますよと。 それをちゃんとこう教育で習っていれば、どん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 こううまくいきますよということなんですね。で、開花キッズセミナーって子どもたちの向けのセミナーを毎週木曜日の夕方6時から6時15分まで、あ、6時45分まで45分間やってるんですけど、主に小学校4、5、6年中学生メインで、 えーの、理解、理解できる範囲で伝えさせてもらってるんですけど、とにかくゼロポイントフィールド側ってこうですよとか、今日もですね、場の量子論というところやったんですけど、このゼロポイントフィールド側にこう自分がどんな意識で揺らしてるかっていうので決まってくるから、だから自分がどう思うかだよが重要であって、 え、嫌なことが起こったからダメだじゃなくて、嫌なことが起ころうが自分がどんな意識でいるかで、周り揺らしてますよっていうのを子供たちに話したら、子供たちブレイクアウトに分けたらですね、子供たちそれぞれがこうちゃんとこう発表できるんですね。っていうのをちゃんと教育で習っていれば、この子たちが最高の自分を生かしていけるというふうになっていきます。なので、皆さんが私自身もかつてそうだったんですけど、 周りからの評価を気にしてしまうということは、イコール、この、外付けで、小学校の時に評価で習っているからであって、周りからの評価があなたの本質ではありませんと。私たちの本質、あなたの本質っていうのは、ゼロポイント命の生命の命、生命のエネルギー側が本質ですよっていうことをね、ぜひこう知っておいていただいて、それがその教育が広がっていくようなね、えー、感じで、どん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 その世界を私もね、作っていきたいと思います。ぜひ、 皆さんが自分自身を最高に生かすということを、ね、やっていていただければと思います。で子どもたち向けの改革技術セミナーの内容はですね、えー、この関連動画につけさせていただきますので、お心惹かれましたら自分のお子さんとかお孫さんとかですね、ぜひ紹介していっていただければと思いますで。そういう自分を最高に生かしきるっていう人たちいただらけになっちゃえば、 打つとかね、この外に出れないとかじゃなくて、自分を最高に活かして自分のクリエイトした作品が世界に広がっていくというふうになっていきます。えー、そういう人たちだらけになっちゃえば、生き生きとした周波数の、えー、地球になっていくかなと感じております。では、今日も最高素敵な一日を過ごしましょう。さよなら。